い、どうも、ハピネスの役のハピネスです。ワンフレームの実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ノバ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 英会話でゴーでいきましょう。はい、そんな感じでね、前回、こちら土星を制覇いたしました。晴れて天王星ジャンクションをね、違う入らない OK 天王星をね、こうジャンクションを越えてここの制覇が始まるということで、総滅戦早速行ってしまいましょう。どんな感じなのかね、ちょっと楽しみですね。はい、それじゃあ総滅戦ね、水中って書いてありますけど、なんか水系の工場みたいなとこなのかな、前の地球にあったみたいな、第二ステージにあったような感じのね。ドロロッタドロロッタ、美しい美しい天王星。おお、やっぱそうか、あれだね、前と一緒だね、地球にあったやつだ。グリニア兵97体、多少増えそうだけど、うわ、ロッカーがまた新しい。いいね、ノバすごい小回りが効くんですよね、これ。ポリマーバンドルかよ、しかもポリマーバンドルかよ、やっためっちゃ手に入るじゃん、最高だわ。また新しい敵がいるのかな。いや、もう最高すぎるわ。ガリウムもんで手に入るわけでしょ。あー、結構効かねえな、そんな火力高いのがまだいないね。今回タクソンくんなのでね、センチネルが敵の動きをあっという間に止めてくれますね。ありがたい、本当に。あ、なんかちょっとこういう系が多いんだ、なんかマスクしてるやつ、刃放ってくるやつみたいな、刃キュンを放ってくるような敵。いやー、素材集めがこれで充実になるんだよね、レベルの高いところ行けるようになると。そのレベルの高さによってアイテムのドロップ率ってすごい変わってきてるみたいでね、ウォーフレームは当然ながら。あぶね、よし、うおーおーオッケー、半物質。よし、女性だって知った時はこれ申し訳ないって思ったけどね、この半物質って言ってるあれが。ちょっとプラスチとかね、また手に入りづらくなったので、このステージでね、きっと。だからそれはちょっと惜しいなとは思うんですけど、あ、数が増えましたね。いやー、ちょっともう妨害ミッションのブラストドアみたいな感じになってますねあれはフルでやってくるけど、よし、あ、プラスチアも手に入んの、ここ。やった、もう俺の大好きなステージじゃない、これしたら最高だね。なんか寝床だね、こう新寝床があるわ、ここ寝台があるわ。これは何の装置なんだろう、起動、あ、エレベーター、あ、何、シャワーだ、お半分室、マジ、そういうところなんだね、基地なんだ完全に、みんなの。はあ、なるほどね、面白いな。行こう行こう行こう。いや、ノバめっちゃ強いよこれ。レベル低い時はどうかと思ったけど、レベル上がってから結構ちゃんとしてるよ。うわ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 、危ねえ、ビビった。やっぱ強いよね、エクシマスだったのか。いや、久々だね、でもこんなね、見た目のところ。おお、あいつなんだ、なんだこいつ、え、なんだあいつ、やばい、知らない敵がいる、怖い怖い、なんかホラーになってないか、あれは罠みたいなもんなのか、あのトラップみたいなもん、なんだあいつ、まだいる、あ、消えたか、あ、アークトラップがあったから電気を受けたのか。あいつなんだ、スキャンしたいな、あいつ、あいつスキャンしてみたいな。逃げちゃった、逃げるとかないよね、敵だよね完全に。あいつなんだ、何者だ、いてててて、やばいやばいやばい。そういえばね、俺まだね、こうノバの最大アビリティを使ったことがないので、ちょっと使ってみたいと思います。そう、使わずしてレベル最大までしっかりやってたんで、ちょっと敵がねすごいのがいたら使っていきましょう。これどの道なんだ、どうやって行くんだ、あ、下なのか、あの青いの何だったんだろう、すごい気になるわ。フォン・クレグラン、あー、何、あ、そうなってんのね、わかりました、ちょっと最大アビリティを使わせてください。はい、行きます。はい、何でしょう分かってないっていうね。範囲内に通言すべてハンプ戦を覆い誘爆を誘う、な、爆発すんのこいつら。お、爆発した、おー、すげえ、マジか。あんで連鎖反応を起こして爆発する場合もあるよってね、俺がダメージ受けないのはまだいいね、すげえなノバ半物質っつって、
通にダメージを受けたりするんだ相手。あの青いのどっか行っちゃった？もういない？あ、倒せなかったもんね、硬くて。なんだろう、また出てこないかな、ちょっと気になるわ。あ、特別な敵はちょっとねスキャンしたいよね。オッケー、よし、オッケー。こいつらはいつでもスキャンできるって感じだけど、なんかああいうのはなんかちょっとレアな感じがする、勝手に。こいつらの仲間って感じじゃなかったよね、グリニアの。何なんだんだろう、また出てこないかな。一回だけ。アークトラップうざいな、ここめっちゃあるな。こっちか、敵。向こうも行ってみたいな。アークトラップがあって邪魔だけど。あれか、うわ、ちょっとすげえ色がカモフラージュされてんな。あ、こっちは何もないか。なるほどね。オッケー、行ってみよう。先にどんどん進もう。半物質！オッケー。よし、オッケー。あばよ。綺麗だね、この青いところね。めっちゃ敵いるわ。やばいわ。よし、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まあ、武器が強いからこっちのもんって感じではあるね。うわ、やばい。やばい、やばい、やばい。火力重視がいる。おぉ。てか、またグリニアなんだね。そういえば思ったら敵。コーパスかと思いきや。二人、あの、火星みたいにコーパスもグリニアもいるみたいな、そんな感じかな。火星だったよね、そういう感じなんか。あそこいっぱいステージもあったからな。こいつ勝って！やべえ、マジで。エクシマスですらないのに。めちゃめちゃ硬えわ。やばいな、ヘビーガンナー系がやばいな。重装甲のやつら。これちっちゃいのはまだいいけど、ほらもう全然効かねえもん。やばいやばい、半分必須。おい、なんだあいつ、かっけえ。ターミネーターみたいな戦い方しやがる、ショットガンで。もうまたアークトラップかよ、邪魔だよあれ本当に。当たんねえし。オッケー、よし、オッケー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 。うえ、あの青いのもういなさそうだな。どっかにいないかな。やばいやばいやばい、吹っ飛んだ。あぶねえ、行ってこい行ってこい。当たれ、当たってくれ。あれ当たりづらいんだよね、追尾してくれんのはいいんだけどさ。で、当たらないとエネルギーの無駄になるっていうね。そういう感じだからね。なんでそこで吹っ飛んだお前。うわ、またいる、あのでかいの。大丈夫そう。オッケーオッケーオッケー、よし、完成したね。かかってこい。こいつ、ま、あ、なんかあいつさ、重いくせに、高速移動してない？やばいよね。これでひるませてからの方がいいかもしんない。で、ダウンしたら半物質、つって。なんなんだ、こいつ。グリニアなんつんだ？名前何？お主名前何？読めねえよ。ニクホ。あー、コマンダーかよ！なんなんだお前、位置変換それ、マジで意味わかんねえから、毎回その攻撃どういう攻撃なんだよ。あ、ちょっと待った、行かないでよ、ちょっと行っちゃったよ。警報も切りたいな。おお、またなんか意味のわからん生物がいますね。あ、感染体のやつに見えるけど全然違うか。あ、植物みたいだね、それ。クラゲクラゲに見えるわ。半物質、よし、あとちょっと、あと少しで倒せるね、みんな。オッケー、あばよ。ういういうい、よし、オッケー。すごい敵の数が、波状がやばい。防衛ミッション並みだ。よし、オッケー、倒せた。よし、ダブルダブルダブルキル、よし、解除していこう。あー大変、消滅ミッションでも敵が硬いから97体でも多く感じるね、敵の数がね。あ、くれくれ、あー、うぜ。よし、オッケー。あとはもうここ全滅、まだいるか。基本数がやばい。よし、あとこいつ倒して7体か。いたいたいた、よし、オッケー、倒したかな、オッケー。あー大変、あと6体めっちゃいる、まだいるぞ下。すごい集まってきてんな、ここ。はい、カモン、ウィー、かかってこい、やっぷい。オッケー、
すげえ綺麗。おう、なんでその間にいるんだお前、なんでそのとこ入っちゃったんだ、面白すぎだろ。 OK、 出してやりたいけど無理だった。よし、あと1体、ラストラストチャンス、いただきます。えい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 、はい、これでとどめとどめとどめ、よし、オッケー。さあ脱出しましょう。あー、これだけでも10分超えたな。結構強かった敵。おっとー、せーシールドランサーめっちゃダッシュ、めっちゃ警報鳴らしたくてダッシュさせませんよ。さっき解除したばっかりだからね。おーっとっと、やばい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 、双方から撃たれるのはまずい。いた？あっちか、警報か、ふざけんな。あぶねー、ビビった、警報通り過ぎちゃった、あどこだっけみたいな。お疲れ様です、お疲れてんの。おいクレイカン、こんちゃっす、買ってこのフード、フード買って、シーフード、シーフードになろう俺も、明日から、明日からだけど忘れたらなら。よし、オッケー、ありがとう、タクソンのおかげで。そっか、シールドが、シールド増やしてくれるのかこの子。そうだったそうだった、ありがたいね、そう考えると。おーおい、そんなわけで半分室、よっしゃ、オッケー。あんま効かないこれ、まだ強くないから、レベル10とかだから。でもレベル10にしては効いてる方だと思うんだけどな、ちょっと全然とどめさせてないけどね。おい、あばよ、俺を返してくれ家に、な、張り込んでんのお前ら。よっしゃ、オッケー、クリアしました。おい、もうワンステージいけそうだね。じゃあポリマーバンドル1978、いやーもう後半に来て急にこの手に入りにくかったアイテムがいっぱい手に入るようになって嬉しいね。オッケーオッケー、よしで、スナイパーライフルがね最大ランクになりましたので、そろそろ卒業しましょう。あー、土星の間はずっとこいつ使ってたからな、また新しい武器いけますね。こうやってレベルが上がってくれればくれるほどマスリルワンクに近づくんで、自分、オッケー。何？誰？あ、商人ね。はい、ですね、商人がどこに来たんだこれ。エリスか。俺には関係ねえな。ちょっと商人に今ちょうど会いたいって思ってるんですよ。いつもスルーしてる割には、今ちょうど会いたいと思ってて、自分の行ける星にね、来てくれてないのが、遠い遥か彼方ですね。そんなお金ないよ、つって。お金の問題じゃないんだけどね。ちょっとこれで行こう、しばらく。建設武器が育たないけど、ノバ君よかったな。でもどうしよっかな、まだリンポがね最大ランクじゃないんですよ。ノバの方が先になっちゃうっていう。まあ一回ねフォーマー使ってリンポはね最大、あの一番最初のレベルに戻してるので、その関係っていうのもありますけど。オーイエベイベー、オーイエベイベー、ポルルルッタタン。オッケー、寡黙な人物は次回からスタートしていきましょうか。今回は天皇制制覇、あ、天皇制進出っていうことでね、こちら、クリアしていきますので、次回から寡黙な人物をクリアしていきましょう。うん、救出ミッションまだ1個で終わるのかどうかがちょっと俺分かんないので、それも見越してねやっていきたいと思いますね。これは何戦なの、ミッション救出、あー、うん、確保、よし確保いきましょう。さっきの青いの現れないかな、本当にこのなんかこう基地みたいなところで戦うんだね海王星は。あの青いの出てきたらちょっとね気になりますね。てかこれ普通の敵もスキャンしていこう、コーデックスで1回ぐらいはそれやってこう、やってこうやってこう。なんかヘリオスが来たら来たらとかって思ってたけど、もったいないからやっていきましょう。それでサクサクと終わらせると、まあ確保だからね。ウィー確保、ウィーアリエルアリア、さあ来たぜ、任務確保、行くわ、俺行くぜ、異次元へレッツゴー、サンキューベイベー、オッケー行こう。すっごいんだけどここめっちゃかっこいい、波打ち際ですか、すげえな、スターウォーズのあれだよ、あれ思い出すわ、アンリューシュド2のベイダーと戦うところ、ベイダーと戦うんだっけ、戦うんだけど戦うところっていうかベイダーに追い回されるところを思い出すわ。何これ、あ、こっち行けないのね、あっちちみたいな、あーすいません、なんかワクワクしちゃってすいませんね。うわーすげえ、すごいわ、めっちゃかっこいいわ。ちょ、リンボってさ異次元にいたまんまこれスキャンできんの、それできたら最強なんだけど。あー無理ですよね、異次元にいたまんまスキャンできたら嬉しいんだけどな、したら完全に無敵な状態でスキャンできんだけどね。よし、オッケー、スキャンした、
なんでスキャンできねえんだあいつ、うぜえな。よし、オッケー。したら死んでくれ。あとは死んでくれて構いません。スキャンしたことあるやつもいるんだな。それ地球でやったのかな俺ね。オッケー、あっちか。エレベーター、エレベーター。よし、ここ下上か。あ、下か。じゃあそのまま降りても大丈夫なんだ。めっちゃ高いね。うわ、めっちゃ高いな。怖いな、逆に。よし、奥だね。いらんやつ。こいつはスキャンしたことありそうだな、見た目。確認もしないっていうね。さっ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 さ、 500m 先。ちょっと遠いね。あいつもあるの。あるやつもいるね、やっぱね。うわお、死んでくれ。で、エレベーターか。エレベーター使わず行ってみようか。行きます、レインボー。うわーい、うわー、怖え。早いな、降りんのも。スシュ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 って。あとどこだ、あっちか。よしよし、かかってこい。あー、あの辺にいそう。めっちゃかっこいいわ。もうちょっとね、今ね、背景も楽しんじゃってるからね俺。綺麗だわ、ほんと。海中にあんだね。はあ、なるほどね。すげえな。うわ、ビビった。ちょっとごめんなさい、全然周りしか見てなかったです。なんだあの警報マーク。警報鳴ってるわけじゃないよね。鳴ってる？鳴ってないよね今。なんだ、うわ、ちょっと待った。あ、そういうことか、電気か、これを解除する装置か。あぶねえあぶねえ、ビリビリなってるわ。みんな直そうよこれぐらい。よいしょ、オッケーオッケー。どこだ、これか。これで解除できるのかな。おお、止まった止まった。面白いこのギミックが。楽しいな。よし、オッケー。お、なんだなんだ、なんか今フワーンっつって、何の音、キューンキューンっつってたけど、なんだ。ちょ、ファンを俺はスキャンしたいだけなんだ。何の音、あ、さっきの青いのかな。なんか特別っぽかったもんね。なんかさっきもなったような、なってないようなって感じだけど、なんか青いマークも出てたな今。なんだ、全然わかんないことだらけだ。つうか怖いわ、むしろ。消えた？なんか青い表示があったよね地図に。あれが出てる時だ。ん？なんだ？何の声？いた！スキャンできる。なんだあいつ？オギリスト？おお、何こいつ？あ、ステルススキャン。何これ？うお、何？どこ行った？え？うわ、怖すぎるわ。なんだあいつ？倒せなかったよね。超なんかガード状態で。さっき攻撃もしたけど、ん？剣の何が見えたのです？え、何？データストリーミングが正常に動作していないようです。ターゲットを確認。逃がさないでください。わかりました。失敗できないね、これ。うわ、何？何を見たのですか？つって。ちょっとかっこよすぎない？え？不気味なんだけど。怖いわー。ちょ、すいませんね。みんな、異次元よ、レッツゴー！ウィー！よし、これで中に入ってこなければ。お前らは俺を攻撃できない。なんか一個あった？え？すごい怖いわ。鳥肌立ってんですけど。なんか俺機械かと思っ、機械だったのかな？なんか幽霊みたいな感じだったよねあれ。なんか見つかって慌てて逃げたって感じでしたよねあいつ。あ、そうだ、お前スキャンするの忘れてた。スキャンしないで戦っちゃうんだな俺。スコーピオン、いきます。やめて、そういうのやめて。オッケーオッケー。やっぱなんかあのシュワーンつって照明がチカチカ鳴って音が聞こえたのはなんか関係してたんだね。うわー、なんだろう、ちょっと楽しみなんだけど。やめろよボール、お前もスキャンしてやる。イエーイ、やったぜ。で壊す、で壊す、壊すために来たんだ俺は。わた、あぶねえ。暴言吐くとこだったわ、完全なる暴言を。はい、アビリティいきます。こんちゃーす、動き止めます、止まってね、そこまでです。よっしゃ、もうこうなればリンボのもんだからな。かかってこいや、かかってこいや、リンボ様のところに。
ほい。オッケー、あばよ。次、800m 遠いね。サクサクと帰りましょう。時間も時間だから。ふい、オッケー。すげえ、なんだここボロボロになってる。よし、オッケー、あばよ。エレベーターが壊れてるわ。すげえ、こんな状態なんだ。すげえ、なんかグリニアらしいよね。ちゃんと整備してない感じが。うわ、また電気ビリビリになってる。うわ、何、誰動いてるけど。でで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 、あの動いてる人は何なのこれ。培養されてるみたいな感じなんかもう背景がすごすぎちゃって、背景がすごすぎちゃって、楽しすぎちゃって、やばいやばい、危ねえ。これがあんま強くないはず。あ、めっちゃ強い。え、もっと雑魚だと思ってた。あー、人によるみたいな。人を選びます。 OK、 よし、完全歩合制ですよ。意味はわからないけど、え、それはもう素材手に入れてることに関してだけどね。もう現地で手に入れたものはあなたのものですみたいな。うお、なんだこれ、すごい、あの入れんの中、なんすかこれこのドームみたいなの、すごい、なんか触るとプニプニしてそうなんですけど、面白すぎる。オッケー、うわー、めっちゃいた、上には。あーあれー、わっ、え、何これ、え、何これ、どういうこと、急にアークウィングになったんだけど。あ、そういうこと、アークウィング、アークウィングがあれするって、すげえ。え、で、どうやって出ればいいのこれ。任意で出れないの。あ、出れた、こういうところか。すげえ、俺ずっと泳げないもんだと思ってた、ウォーフレームって。エイドロンの草原でも泳げないし、暗転するしさ。泳げたわこの人たち、アークウィング使って。すげえ、ダイバーになってたね。うわー、マジかこれ、ちょっと多すぎる敵が。危ねえ危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ、やばい、危ねえ、やられるとこだった。あー、危ねえ危ねえ、突っ込んじゃったからな今。よし、 OK、 よし、動きさえ止められればこっちのも。よし、 OK、 この動き止まってますよ状態の時はね、ナイスだから、ナイスだから、つうか余裕だよね、こうやって動き止めちゃえば。よし、長いしね効果時間も、嬉しいことに。早く帰った方がいい。つうかこれかっけえ、あいつの刃のシャキンシャキンシャキンって跳ね返ってるやつの攻撃が綺麗だったな、めっちゃ。はい、行きまーす。今 300m 先、これは上、あ、そうだ、俺今異次元にいるんだ。危ない危ない、これまた下か。よし、じゃあ任意で降ります。怖い怖い怖い、潰される潰される、エレベーターに。ふい、で、どっち、は、下じゃねえの、なんだそれ、なんだそれ、上かよ、マジか。地図の表示ね、たまにバカな時あるからね。うん、下じゃねえかよ、イライラすんな、なんなんだよもうマジ意味わからん。あ、こっちね、こっち合ってんだね、わかりました。オッケー、おい、やばいやばい、死ぬ、一歩間違ったら死ぬわこれ。あー、リンボでよかったわ今は。オッケー、このまま無視していこう。相当戦だけでかなり時間取られた、やばい。確保ミッションはこの脱出までが大変だね本当に。よし、私リンボでーす、こんにちは。おいー、やばい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 、危ねえ、ちょ、そこ行きたいんじゃないんだよ俺。オッケー、よし、あばよー、大変だった、逃げるまでが大変だった。で、何だったんだろうあれ、アイテムには載ってないね別にね。テレルが手に入るわここ、最高だ。なんか入るかな会話。はい、というわけでね、今回天王星行きましたね。特に会話は入ったりしないね。あれは何なんだろう。あ、またメールがある。はい、あ、何これ、謎のドローン、天の助けが必要です。はい、NASA、 え、はい、んなんだ、あ、クエストだ、きたー。あー、なんか今思い出した、そういや、なんか書いてあったな、なんかクエストどれかで、あ、これだ、新たなドローンをスキャンする。あ、あのグリニア海底基地でドローンスキャンとかって書いてあったのはこれのことかな、これじゃない、なんか他の方、なんかあったよねそういうのね。
クエストだったわ。オリジン太陽系に不審なドローンが現れた。ロータスが彼らが何で誰から送り込まれたのかを調べるのを手伝おう。なるほど、わかりました。じゃあ他のドローンもスキャンすればいいのかな。これ待機中じゃなくて今これにしてみようか。そうすると、あ、新しいドローンのメソッドが検出されました。スキャンを集めて情報収集してください。さらにスキャンすればいいんだ。わかりました、了解です。じゃあ天王星やりながらできるミッションだね。まあ、次回はね、ちょっと寡黙な人物行きたいと思いますので、これをクリアして、で天王星を制覇しつつこのドローンをスキャンするイベントをやっていけばいいんだね。わかりました。じゃあそんなわけでその流れでいきたいと思います。お送りしたのはハビデンスナックでハビデンスでした。またね、みんな、バイバイ。やったぜ、かなり進展した。腰振りダンスに見えてきたぜこれ。